はい、おはようございます。ハイキングバトです。本日は所沢市公共ですね、まあ、いつもは造成現場ですけど、本日は公共ということでね、道路こんな感じでね、農道の中で今下水入ってます。で、一番最初の、起点のいちご人工ね、次から縦坑で5、6メーターぐらいかな、深くなってるんで、その前に、アッパー管で落とすための起点の人工ですね、これを最初からやっていきます。まあ、管口から明治でインバートですね、いつも流れてで下打ちしていただいてるんで、まあおよそそんなにはね、材料も2個2、3枚ぐらいね足りると思いますんで、では行ってみよう。これでね、1号を、起点人工終了したんですけど、まあ、現状型でね、やはり丸くなる感じで、一応今回の動画ね、もったいないっていうか、多分あれ短くないみたいな、そういうのあると思うんですけど、はい、まあ、今日カメラマンがね、なんか腹痛っていうかお腹痛いのか分かんないけど、はい、朝事務所でね、いきなりおトイレトイレみたいな借り出したところから始まり、現場着く前までまたコンビニでちょっと1回寄らせてもらって、うんうん、で現場事務所のとこで材料積んでる時になんかそわそわしだして、何してんのかなってガードマンにちょっと現チャリ貸してくださいみたいな、現チャリ強奪してまたコンビニを取りに行くっていうね。なので動画が、少し短くて中身がちょっと薄くなってます。何食ったの昨日夜、お腹のせいっていうか、昨日は、うん、ドーピングしてました。ドーピングじゃなくね、それマイナスになってんじゃん、それ。よしよし、はい、じゃあ所沢は転落防止、あれ推進管、あれこれロースしてんのね、おもらし、これパンパース開かないと。